ってますけど、足元注意、自己責任で通行してください。通行により起こった怪我などについては一切責任はありませんでありますの。このカメラの持てる全ての力を使って、うおー、ちょっと見えた、こういう、このしっかりやってきますからね。これやっぱ下を向いていくって大事ですね。いいですね。そうだ、今回はね、下を向いてるといいことが起こるって言ってましたからね。あ、で、あそこが田中のいちごってなってるわ。あ、あるわ、田中のいちご。あ、いちごになってますね。へぇー。今はいちごってオフシーズンか。そうですね。今、ちょうどシーズン終わったとこだもんな。多分この辺りももう夜、いちご狩りみたいなシーズンは終わってるはずですからね。今日はですか、やってないんじゃないかな。残念です。まあね、本当だったらね、裸さんに田中のいちごの差し入れなんてのもね、やったら、面白そうなところではございますけど、あの生ものはね、お控えくださいっていうことでしたからね。まあ、これは仕方ありません。観光農園なんだ。すごい。あ、そうですね、もう苗も全部、終わってますね。まあそうでしょう。もし、あの、いちご狩りのシーズンの時にこのありさまだったら、これはまずいってことになりますからね。ある意味シーズンの間でね、あの、一気に稼がないんじゃないから大変ですけどね。こういうところにあったんですね。まあこれはシーズンのものですからね。またちょっとシーズンになったら着てみたいですね。こういうのもね、取材すると楽しいですからね。地獄。最近ね、あの、取材の申し込みとかもね、だいぶ慣れてきましたんでね。そうそうそう。意外と SNS からね、あの、電話をかけてどうのこうのって言うと、まあまあ大変なんでね、あれなんですけど、SNS とかで繋がって、あの、やりとりやってっていうのが、一番これはやりよいぞというのが最近 Facebook、活用して分かってきましたんで、あ、どんどん。あの、何件お待ちしておりますいうのを入れといて、こっちから見ちゃうもんな。あ、こんにちは。いやでもあの稚児塚は無理やね。あ、いい具合に苗も植わってますね。たまにジャクシとかおらんかな、おらんか、タニシはいますけどね。歩いてますね、のしのしと。でっかいタニシですね。あれなんですよね、あの、要は鳥がね、こういうところにでかい鳥が、あの、クツクツやってるのはあれ、稲を狙ってるんじゃなくて、こういったタニシとかを食べてるらしいですからね。ですから、あの、駅長ということでね、非常にいいらしいですよ。これ何の卵でしたっけ？いますね、卵が。何だったっけな、なんかの卵なんですよね、これ。玉切りかなんかの。あ、結構卵を植え付けられてますね。うん。これは多分、あの、稲の生育には影響がないはずですからね。そうなんでしょう。で、稚児塚はあそこだもんな。今、ちょっと、稚児塚の背面の方に回ってきましたけど、いやー、行ける気しねえな。なんであんなところに、まあ、昔ですからね、作ったのが。こっちからやったらワンちゃん行けそう。おー、あー、でもちょっと行きやんな。行けそうかな。いや、間にこれ川が渡っとるな、無理やな。あ、これが、あ、これでもこっちからやと見やすいですね。これ、稚児塚。背中の方から失礼して。あ、結構こっちからだとしっかり取れましたね。よし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 。よし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 。ね、前には行けんな、これは。この、あの、味の川がそのまま前を遮ってますからね。はぁ。
さ、でもね、日差しもそこまで強くないんで、意外と本当首に巻いてる方のがいいですね。頭から熱は奪われますけど、あれか、せちごって読むのもあのちご塚から来てんのか、そういうことか。出ないとこれせちごってなかなか読めませんもんね。ほうほう、そういうことなんでしょうね。朝、何これ浅いの、めっちゃ浅い、何これ、こんな浅い田んぼあります？水深 2センチもない感じですよ。浅い、面白い作りですね。普通こういう深いですよね。でも風呂の力ってすごいな。肌サラサラやし、風が出てきたんで気持ちいい。あ、いい。で、風が結構こっちサラッとした風なんでね、ちょうどね、あのタオルを冷やして、クールダウンをさせる、クーラント液のようになっておりましてですね、これは今後の、夏の撮影に使わせてもらう、これに帽子あったら完璧だ。あ、これならもう、多少の遠方ロケも怖くない。あ、いい、これよし。いや、せちご、あ、でも一応これで一通り回りましたね。せちごはコンプリート、やりました、やりました。さあ、で、どこ行こうかな。まずこれどこに向かってるのかも分かってませんからね。ちっちゃ、止まれ、ちっちゃ。なんかめっちゃ標識ちっちゃくね、これ。ちょっと横におしゃれに出ちゃってますしね。まあまあ、もう見やすいですけどね。カラオケ喫茶もあって、どっちから抜けてったらいいかな。精肉屋さんとかもあるけど、こっちから行ったらローソンがあって、今そこが温泉か。さすがにちょっと温泉の私有地付きのは、まあまあまあ、私、完全な利用者なんでね、もう掘るまで買ってね、ありさまなんでね、まあまあまあ、あの中を歩いたところ、いやいや、ほら、お客さんってね、できますけど、さすがに私有地をね、YouTube で堂々と歩くのをね、どうかと思いますんで、こっち歩いていこう。じゃあ、こっちはこっちでちょっと怖いけどな。歩道はないですからね。ほうほうほう。で、精肉屋さん。面白いですね。で、これ曲がったところにお肉屋さんがあるの？